であるソシエダ所属ミッドフィルダー、久保竹房は、サッカー日本代表、森安ジャパン、招集による長距離移動に関する、正直きつい発言で注目を浴びていた。そんな中、オランダ一部、フェイエノールと所属フォワード上田綾瀬の長距離移動に同クラブ監督が言及、今後のポジション争いに影響を与える可能性を示唆した。久保竹房は、他のチームメイトが追随するようなネガティブな動きをしているからだ。 代表チームでプレーするためには、誰もがそれぞれの困難を抱えており、不平を言うだけでなく、黙々と努力する必要があります。これは国のスポーツへの貢献ですから、この大変さを誇りに思い喜びましょう。疲労の色を見せていたが、森安はじめ監督はカナダ戦の前日会見で、選手は過酷な条件でも、覚悟を持って招集に応じてくれている、と語るにどまった。時差、の問題。 もあるし、非常に良いチーム状況の中でも、代表戦での移動によって、コンディションを崩して、リーグで結果を出せなくなることもある、と、レアルバリアドリードでプレーしていた時の自身の経験を語った上で、W 杯予選では、国内組の底上げという意味でも、いろんな選手を試す必要がある、と提言している。